SRT ロゴ北東アジア学生ラウンドテーブルとは、国際教養大学の学生団体の一つ。学生が集まり、円卓について議論することから、スチューデントラウンドテーブルという名前がついている。SRT では、各国学生間の相互理解を達成すること、活動の成果を地域社会に発信し、地域の国際化に寄与すること、団体のネットワークを維持。 拡大することの3つを活動目的都市、北東アジア諸国、地域の学生を集め国際会議を自ら企画、運営し開催している。他にも月に一度、学内の留学生とともに国際的な諸問題について議論する場や定期的な勉強会を設けることで3つの活動目的の達成、さらにはメンバーの自己研鑽の機会を提供することを目指している。 学生主体のサークルである SRT は2007年に秋田県の国際教養大学に設立された。SRT は日本、韓国、中国、台湾、モンゴル、ロシアを含む北東アジアの学生が率直な意見交換を通しお互いに信頼関係の基盤を作ることを目的としている。原則として年に一度北東アジアのいずれかの国に集まり 諸問題について、英語でディスカッションをしたり、議題に関係する、フィールドトリップをしたりしている。SRT には次の3つの目的がある。相互理解、北東アジアの大学生に、忌憚なき意見の交換、それぞれの文化交流及びその他の活動によって、相互理解を深め、互いのつながりを強くするための機会を作ること。地域発信、毎年行われる。 SRT の開催で得られた、相互理解などの貴重な経験を参加者内だけではなく、それぞれの地域社会に発信することによって、より多くに人々に、北東アジアに対する興味を喚起すること。継承発展、毎年行われる、SRT の活動を通して、形作られたパートナーシップを絶やすことなく、発展させていくこと。SRT は、日本、韓国、モンゴル、 台湾、大陸中国、ロシアにそれぞれ支部がある。SRT 日本支部では代表のもとに3つの範囲が活動している。障害班、各国の参加者の募集、協賛、講演を担当。企画、運営班、1年に一度の開催における、計画、進行、基金を担当。学術班、開催での議題について検討、また学内での勉強会を計画。 北東アジア学生ラウンドテーブル、ノースイースト、アジアスチューデントラウンドテーブル、https コロンスラッシュスラッシュ jp.studentrountable.org スラッシュ。ありがとうございます。